こんにちは、都市交通アドバイスの島です。今日は開業120周年を迎えた東武鉄道亀戸線の話題です。亀戸線は本線である東武スカイツリーラインと接続する曳舟駅から JR 総武線に接続する亀戸駅を結ぶ全長 3.4 キロという短い路線です。やってきました8000系2両編成で運行され、これは足立区に支線を持つ大師線と同じ車両で運行されています。もともとこの亀戸線は東武鉄道が都心乗り入れを目指した路線で、かつては本線として埼玉や栃木方面へ向かう直通列車も運行されていました。曳舟駅を出発するとすぐに浅草方面へ向かう線路と分岐しますが、さすがかつてのメイン路線、複線で線路は敷設されています。中間駅は村井、東東、亀戸水神と始発終点合わせて5駅しかありません。亀戸線が開業した1904年4月5日には総武鉄道、現在の JR 総武線に乗り入れて両国駅まで運行していた実績があります。亀戸水神を出て総武線の線路が見えてくると終点の亀戸駅に着きます。電車はすぐに折り返しの準備に入ります。少し改札を出てみましょう。亀戸線は今年で120周年、記念イラストの展示や駅員さんの有志で作ったキャップアート、懐かしの写真も展示されています。改札の横のガチャには120周年記念バッジが販売されていました。8000系のミニバッジ、なかなかレアですよね。最後はリバイバルカラーに塗られた8000系を見送って終わりです。このリバイバルカラーは昭和30年代に通勤車両の塗装を考案するために試験的にわずか4両だけ塗られたもので、この車両はライトベージュ地にオレンジの帯が施されました。広告は都市交通アドバイスの島でした。